ロザンナ・フラテロは、イタリアの歌手、女優。ホッチャ・ケンサン・セベーロで生まれる。1969年、サンレモ音楽祭に参加し、記者を歌唱。初めて商業的に成功を収めた曲は、聖女の嘆きである。1971年、映画、死刑台のメロディで、女優として、スクリーンデビューを果たし、ナストロ・ダルジェント新人女優賞を獲得した。その他には、 クライム映画、ラマノネラ、ラレッジ・ビオランタ・デラ・スクワドラ・アンチクリミンに出演。1972年には、最大のヒット曲、女心で、ヒットチャートのトップに立った。その後、ディスコミュージック、フォークミュージック、イタロディスコなど様々なジャンルを取り入れ、何度か、サンデモ音楽祭に挑戦したが、再びヒット曲に恵まれることはなかった。1985年、 ボビーソロやリトルトニーと共に音楽プロジェクトローボ T に参加。1994年スーパーグループスクワドライタリアの一員としてサンデモ音楽祭に復帰した。ありがとうございます。